はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。今日はこのちょっと動画に出てくる長靴下のピッピのメイクアップをしてみたいと思います。ハッピーハロウィーン everyone。 それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。はい、それではちょっとね、すんちゃんにも同じこのピッピのメイク、赤毛のアン的なメイクをしてみたいと思うので、2人でピッピになろうと思います。それではすんちゃん呼んできます。にゃーん、出たスパーク。あ、スパークこんにちは。これは強敵だな。それではいいですか、準備は。イエーイ。それではやっていきます。イントロとかも全然ないの？もう早速？早速だよ。なんかそういう質問もないんですよ。でも俺日焼け結構してるからいい感じだと思うんだけど、メイクアップベースはなしでファンデーション。どういう気分？まあどういう気分って言ったら、ゆかには、ゆか寮に綺麗になりたいね。私も綺麗になりたい。私、ゆか寮に人気になりたいね。体で押せた方がいいかも。スパックにつけないで、私の大事な T シャツ。柔らかなめなさいよ。好きにせえもん。やだ。いいよ。かわいいじゃん。かわいい、かわいい。もうやだ。いいよ、もうやだじゃん。もうないやだって、ね。こんな出ていいかな。I wanna get to your clothes, gotta get it right now. んか、え？おげさんびっくりするよ。あと出ちゃってておげさん来るけどびっくりするよ。まだ来てないおげさんびっくりするよ。ちょっと待って。それ見えない。めっちゃ。なんか嫌だ。なんか嫌だ、そういうの。可愛いと思ってるわ。お前しかおらんの。え、超可愛いじゃん。お客さんびっくりするよ、でも。このハチは何種類かなって思うよ。なんでこの10時の時やの。お客さん家族来るんですけどね、あとそろそろお母さんお父さんとすごい幸せの家族がうちのお客さんに来ますけど。あ、痛い。唾が強い。唾が強い。痛い唾を引っ掛けた。あ。あ。ちょっと待って。ジジやん、ジジ。病気のおさんやん。お前とちょっと違うぜ。でもなんかそんなの肌にかけなかった。
なんで唇？うん。うん？ちっちゃい唇。かわいい。そう。せーので言ってみようか。ん？せーので言ってみようか。せーの。まあまあまあ。わかるよ。好きにせーの。ママの方がいい？え？違うやろ。わかんない。何？なんかプラついてて。でも私はあれかな、やっぱり。なんで？じゃあ本当。本当に顔が。ねえ、顔なんだよね。あ、でも似合う。あ、でもなんか似合う。似合う。いいじゃん、いいじゃん。いいよね。こんな感じの。ピッピープーブーメイクアップでした。どうですか？あ、意外と似合うと思います。私だけね。皆さんはどういうこと、というか、という、うん、何て言うか日本語で具が悪かったり具が悪かったり妊娠したい人は見なくてください。あ、具が悪かったり、そうそう、すみませんね。大丈夫。それではハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。イエーイ。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラム、ツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。アニョン。